スタジアムの入り口アディスアベバスタジアムはエチオピアの首都アディスアベバにある多目的スタジアムでありエチオピアの国立競技場であるアディスアベバスタジアムには陸上トラックが併設されているものの主にサッカーの試合に使用される収容人数は3万5千人アディスアベバスタジアムは1940年に建設されたアディスアベバスタジアムでは アフリカネーションズカップの本大会が開催されており、1962年大会、1968年大会、1976年大会の本大会会場となったほか、サッカーエチオピア代表がアラブ連合共和国代表を破って優勝した1962年大会と1968年大会では、決勝戦の1976年大会では、 決勝リーグの会場となった。1999年2001年に開催されるカフアフリカユース選手権のために改修工事が行われた。2001年のアフリカユース選手権ではエチオピア代表は4位に入り、アルゼンチンで開催される2001フィファワールドユース選手権に初出場を果たした。アディスアベバスタジアムはアディスアベバの中心部レゲハル鉄道駅や メスケル広場の付近に位置する。アディスアベバスタジアムでは主にサッカーや陸上競技の国際大会が開催される。アベベビキラやハイレ・ゲブレセラシェのようなエチオピアを代表する偉大な陸上競技選手はこのスタジアムで試合を行っている。国際陸上競技連盟の基準ではアディスアベバスタジアムは陸上競技場としてクラス2の評価を受けている。 2008年には4月30日から5月4日にかけて第16回アフリカ陸上競技選手権大会が開催された。2014年には国際サッカー連盟とオリンピックの標準仕様となる収容人数6万人の新国立競技場アディスアベバナショナルスタジアムを建設することを決定した。連邦スポーツ委員会が開催した国際入札にて ラボラトリーービジョナリーアーキテクチャー、ディスインスポート、そして地元エチオピアの企業、ジャドがスタジアムとスポーツ村建設のデザインを担当することとなった。スタジアムは石切り建築やマッソブバスケットといったエチオピアの伝統文化に新技術を組み合わせたデザインになる予定であり、スタジアムそのものは中国建築古墳有限講師が建設する。ありがとうございます。